さあ今日のゲームを振り返ってまいります。さあ先発は1回石川、これ初回にデスパイネライトへ第21号この形を忘れないでほしいですね、ホークスが先制します。一方先発は千賀、その千賀はピンチを招いてマリーンズはチャンスを迎える。ランナー三塁一塁でクーラーレフトへの犠牲フライ、まあクーラーらしいね、はい、いい勝負をしてますね。なかなかホームに帰って2対11点差。3回西野がマウンドに上がって柳田のこの一発、逆方向左中間カーブねえ、第24号のホームラン、3対1ホークスリード2点奪います。さらにランナー置いて中村晃、まあ、ここでこの投球でうまくセカンドを取ったのは内川、好走塁。その後バット折りながら、これは3発に当たってボールはライト線、内川ホームに帰って4点目が入ります。4対1、まあ、ここまではホークスペースと思ったんですが、4対千賀、ここは石峰がタイムリーヒット、これで4対2。さらに満塁で鈴木がセンターへの犠牲フライ、なんかじわじわ来るなという感じでしたね。これで4対3、1点差。しかし、まあ、追い上げられてもホークスは粘る。4回の裏、西野から上林が一発第14号、5点目でまた2点差、5対3。ここで突き放したんですからね、はい、そうなんですよ、もう一つの力ですよね、ただ6回さあモイネロがマウンドに上がって、これは鈴木が右中間へのタイムリーツーベース、またこれで1点差5対4。さらに平沢はライト前、これがまあ同点だ、5対5の同点にマリーンズ追いつきます。その後2歩から今度は中村、右中間へ、これが勝ち越した。そうですね、6対5ゲームをひっくり返しましたマリーンズ。6回の表、その後香山がここ出て打ち取るんですが、ここで三塁ランナーホームに帰ってくる。これで7対5、まあ、ファーストが間に合わなかったという感じですかね、しかし7回2点ビハインドから牧原ランナーを置いてライトへ、信じられない、第2号のホームラン、ツーランホームラン、同点に追いつきます。そして9回ツーアウトから、しかしここは牧原セカンドゴロ、これで延長戦に入って11回ゲーム動きます。ランナー二塁三塁、ピッチャー勝也という場面でバッター平沢、この当たりが1、2塁間を抜けていく。ランナー三木に続いてダイソーの加藤翔平も帰ってきた。まあ多分基本的には万事休すと誰もが思いましたよね、これで9対7、11回。しかしホークスもその裏、ランナー三塁一塁で内からバッターは今宮、この打球がセンターの左へ、岡田が突っ込んで取れない、ランナー2人が帰ってくる、西田もホームに帰ってきた、バッターランナーは三塁へ、これで同点9対9。ただその後のチャンスで追い越すらできませんでした、はい、そして12回先頭の井上、この一発完璧ですね、第18号のホームラン、これで10対9、またマリーンズが勝ち越しに成功。しかしその裏、岩下がマウンドに上がってランナー三塁一塁、バッター松田という場面で、この打球が浅いライトの前のフライ、セカンドがボールを取る中村、この打球体勢を、捕球体勢を見て川島サードを切ってホームに帰ってきました、同点という素晴らしい走塁、これで10対10、同点に追いついて、最後西田の打球は伸びて伸びていって、さあどうかという打球ではあったんですが、岡田がボールを取って試合終了、結局10対10というゲームでした。今思い出しましたけど、はい、石川と千賀が先発してたんですね、そうです、忘れてましたよ、もう、もうすぐ日付が変わりますからね、6時間近く前ですからね、はい、そうなんですね、まあ、でもすごい試合ですね、いやしかし